テリアマ先生、お帰りなさい。お待ちして、お待ちしておりました、先生。今日も平和な世界のために一緒に頑張りましょう。はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ブルーアーカイブ始めていきましょう。イベントクエスト。お待ちしておりました、先生。今日も平和な世界のために一緒に頑張りましょう。ゲヘラ給食部、それから美食伝を中心にした、イベントがあるので、そちらをやっていきたいと思います。こんにちは先生、ここではキャンピング。こんにちは先生、ようこそ先生。今日のご体調、体調はいかがですか？この格好でここにいるのはちょっと恥ずかしいですね。ここは例外にしとこっと。ようこそ先生、今日のご体調はいかがですか？ご丁寧な先生、さまざまな授業。お、すごい。こっちも行ってみましょう。ですね。はい、嬉しいです。あ、たくさんある。これが幸せの味なのかな。チケット使い切ってしまうや。ご丁寧な先生、さまざま。世界で一番嫌いなもの、目覚まし時計。小手山先生、様々な授業。新山学園、ここにもいる。絆あげるとすごいいいことあるらしいですね。って見たっけ。石使っちゃうほどあれですね。ここでは先生がスケジュールを決められます。
あ、無理だ。ごめんなさいっていう感じですね。御殿山先生、ようこそ先生。今日のご体調はいかがですか？さすがですね。お待ちしておりました、先生。今日も平和な世界のために一緒に。やっぱか。そんな都のために投入したいとは思わん。要は、そんな都を充填して、主張させてないからな。レベル10やん。お、レベルは上がった。装備を強化できる。あ、もうちょっと足りない。これどうだ？ギリギリだ。でもちろんレベルアップもします。バニートキぐらいまでかな。バニートキ10しかないんだ。アクション、護衛、侵入、メイド、バニーガール、何なりとご指示ください。意外とここは検知をもらえる。ゴリラもいる。今のままじゃ満足できないんだ。ショーアタッカーですからね。もうちょっとだけ期待に応えたいをかけていただいた分お答えします。私には造作もないことです。で、今回の主役の一人ハルナです。悪くありませんわね。美食伝先生、私の成長を考えられる。
で、白子です。成長してるのか。そう、まあなんだろうな、メグかな。支援してくれてありがとう。私ももっと頑張らないと。セリナもあげとこう。体調が悪い人たちのためにもっと努力します。ツバキもあげとくか。あ、ムツケもあげないとね。うん、結構いい線までいってる感じある。ここでも稼げるんだ。だからか、スケジュールでも稼げるんだ、神妙文字って。ようこそ先生。今日のご体調は。お帰りなさい先生。一緒に。ぴょんぴょん。こんにちは、お待ちしておりました。 あっさりと終えられましたね。体調はいかがですか。では行ってみましょう。ヤッホー先生、なんだか騒がしいね。見に行ってみる。初任が入り口へ。助けが必要ですとは。あれ、ふうか。なのに、それなのに。ジュディまで。ハルナを、和食ハルナ。箸を持ってる。いいな。さすがに欲しくなるよな、こうなったら。お願い、誘拐です。素敵な食堂。え、そうなんだ。すすめの食堂。善は急げ。はるな、許さない。お、純子だ、かわいい。先生も登場。でも事情がよくわからないんだよな。急においしん坊みたいなこと言われても、そうだね。
さて、これは下町？カタカタヘルメットだ、お前は。え、どうしたんだ？スズメのキャラクターもいたのか。怖い。お？誰だ？これは戦わなくてはいけない。本当でも勝てるでしょ。それじゃ始めよう。このレベルだったら私はこっちだよ。相性も悪いが、ゴリラをアップ。簡単なことです。いいか。これ誰だっけ。覚悟しなさい。なんかこれはどう。じゃあこれはどうかな。きつー。びっくりしました。虚しい。全てはただ虚しいだけだ。すごいな、そういう気力。はい、この顔。これはどう。だろうな。マジかよ。商店シャッター街。なんか吉野家とか弥生軒とかあるんだろうな。
あるあるある、これすごいある。そうそう、え、どうして？テント料値下げ？そうです。そういう手法があるのか。あれ？誰のせいだろう？おい！配膳前に料理がなくなってたってなんだ？え？優しいのか？風か？でもあのヘルメットが関わってるから簡単にはいかないんだろうな。多分フランチャイズ店とつながってるよな。先生、明けましておめでとう。一緒に美味しいもの探しに行きましょう。自動的にもらえるのか、純子が、正月純子が。これは嬉しい。寒くありませんか？温かい食事でもいかがでしょう。さあ行きましょう。風化図キッチン。え、そうなの？変えるのか。マジかよ。お、どこだ？肉だ。そ、あ、そうなんだ。給食部だけでも4000人いるらしい。利用者が。
ケヘナ学園の給食部だけでも。お、やばいぞ。下ごしらえだけ。そうなんだ。いいな。まずいと暴れるからな。おー、本当にね。はい、が、え、なになになに、え、怖いや。なんでそうなるんだ。ひでえ。軽すぎる、体が。どっかに聞いたことのあるセリフ。屋内性向けのキャラになってた。屋外性向けのキャラに選び直しましょう。相性良くない。次はどちらでしょうか。盾だよ、集まって。行ってみよう。こっちだよ。下がってください。
飛び出しちゃうのがな、これ好き。好きでさ。アームギア装着。早く車飛び出そう。全力で前。状況の確認完了。お役に立ちましたら幸いです。移動します。支援。こういうのはいかがでしょうか。無駄だよ。扇状の攻撃するんだ。ちゃうからな。勝ちました。いやー、みんなお疲れ様。濡れたい。良かったと思うなよ。そうです。食べ尽くすんだ。妙だな。あるやろうな。何やってんだ。そうだね、おね。やるぞ。そうそう、車を呼ぼう。全力で参ります。すぐに向かいます。次はどちらでしょうか。お役に立ちましたが幸いです。支援感謝します。ファイヤー
次はどちらでしょうか。私が耐えてる間に攻撃して、全ての方にありがとうございます。誇りと信念を胸に刻み、あ、ラスト、ラスト1だったんだ。そのステージ挑戦するために継続されます。ハルナとかあのジュリオ、ジュリオ空間を位置しないとダメなのか。寒い時に何かを食べると体が温まるって言いますよね。クミンドボーには分からないだろう。お、ニャー食堂、とてもいいって知られてないのかよ。ゲヘナの中ではゲヘナの美食研究会を、どうにかとは。確かに。フランチャイズを制約ってあるもんな。お、ジュリーが、どうだ、不思議だな。確かに普通はそうだよな。客の反応、そうだそうだ、この音楽好き。
治療には和服ないのか。かわいい。誰？欲しいんだが。あ。臭いな。やっぱり柴崎ラーメンだったよな。あ。重いな。フランチャイズ店は安い。いや、この値段で出す。あ、厳しいな、これ。むむ。うまく作ってあるな、これ。値段は大事だが。おい、そうなんだよな。難しい。別の商店街か。どんな食材なんだろう。
ゆりきね。妙だ。先手が回ってたのか。うん。おお。妙だよな。目障り？誰？個性のロボ。これ待ち、これは高性能、性能が良くない。これ相性も含めて見られてんのかな。桃い、全員相性いいが、単純な力で言うと身を取るんだろうな、身からに。え、何？守らなきゃいけないものがあるの。力を感じる。いつも見てあげるからね。うん、準備完了。すごいな、のの身。先見範囲か。やっ、使ってみよう。すごい。近づいたとこ、固まったとこ。あと2体 OK です。じゃじゃーん、
確かにおかしいよな。鍵を握ってる。依頼は咲いてるんだろうな。うん。え？どういうことだ？アットホームな職場です。関係あるのかな。お正月って普段とは違う美味しいものがたくさんあるのよね。ついついお金を使っちゃう。じゃあニャオフード行ってみましょう。書くでしょ普通。ちょっと編成し直して、今回は美食伝関係の人間を入れてあげましょう。レベル1なんだ、純子。やばいな。ここでレベル上げられないかな。あ、上げられる。よかった。能力に不安はあるが、レベルは大丈夫だろう。
順子選んで、ゲヘナの中で言えば、あかり選んで、はるな選んで、ノーマル、そうか。ノーマル純子もいるからな。風花とジュリ、よろしくってよ、お任せください。勝てるんじゃないかな、これでも。やば、まだいける。今だ。直線か、結構きついかも。まあダメージを食らってないし、全然いけんじゃないかな。
一生懸命だからな。え、なんで？喧嘩だ、喧嘩だ。おいしんぼ？本当に公正なのかな、これは。おせち？なんか辛いになってそう。負けることはないからなと言ってそう。なんで建築現場なんだ。うん。ボーナス効果が働いてんのかもね、この6人に。承認会とは。遠いね。確かに。本当にそれ。本当？
ごい。はい。うん、確かにね。確かに。だろうな。あ、そうなんだ。またかよ。ひでえ。なんと、そんな公平じゃないだろう。いい子だな、風花は。
そうだよな。そこ？レッドウィンター、そうなんだ。え？そうなの？うん、わかる。そうだよな。確かに。可能性の話。失うよね。そうだな。そのにょーにゃーフードの食材使わざるを得ないからな。
はい。さて、うん、へえ、これが最後なのか。確かに。会長かな？終わりだな。確かに。確かに。どうした？
うん。え、どういうこと？お、電流が走った。なんだ？お、なんと、え、っていう。何かは間違いだ。は？ 4000 人前、そうだった、4000人分作るからな。え？どうしたんだ会長。怖い、やばすぎるだろうこれ。最悪だな。はい、いよいよ最終決戦。戦闘を始めましょう。何があるのかな？これはいかが？
これはいかが？ガンガン撃っちゃってバカだよ。もう知らないわよ。ほっかほかの榴弾いきます。勝利の秘訣はただ一つ、転職をしないことです。そうだよね。確かに大人のカードを使う。なんだろう。あ、怒ってる。行けるとこまで行ってみるか。戦闘を始めましょう。食べれるものないかな。これはいかが。
ボーナス効果は倒れてる。扱いづらいのは確かだな。あと敵を移動させる効果なんだ逆に。意外といいかもな。味方を指定させた位置か。こうなると
はい。勝利って甘い味がしますね。もっと食べたいです。もっともっとたくさん。お正月からお会いできるとは嬉しい限りです。こっからが難しい。やってみるか。一生懸命やらないと一生消えちゃうよ。これはいかが？味方ね。無駄ですよ。無駄ですよ。ポップコーンみたい。隠れるわね。皆さんが食べちゃダメだよ。まだ15人いるか。なんだろう。ここで引き寄せて。なんかいろいろ手に入れた。寒くありませんか？温かい食事でもいかがでしょう。外れた。ほっかほかの榴弾、行きます。そちらですよ。こちらに面白いものがあります。これはいかが？コビルチ1000万級の激辛ですね。結局ポップコーンの助けがいる。ポップコーンみたい。こっちには何があるのかな。びっくりさせてあげるわね。ちょっと狭いもんな。突き抜ける優雅さで。外れてるし。
あ、これ誘導するんだ。ウェルダンでお願いします。あ、やばい。全然気がつかなかった。しかも1分以上経過してますね。2分以上か。ここなら安全よね。え、どうして？クリアしたが。寒くありませんか？温かい食事でもいかがでしょう。普通に強い人たちでやってみるか。かしこまりました。準備いたします。飲みはいいんだよな、相性。回復してくれる人ってなんかいたっけ？日が昇る。全力で対応いたします。さあ、前進前進。爆発してください。私に任せなくて。これはどうかな。OK やね。OK です。大したことなかったね。普通にクリアですね、こっちは。戻りましょう。相性がいい。あ、そっか、相性はいいからな。次は車でも用意するか。タイプの人がいないのはちょっとどうかな。爆発してください。
6ってのは辛いよな。押せないんだけどな。使いづらいかも。だから結局強いのは分かるんだけど、使い勝手がそんなに良くないのと、あとやっぱ回復が欲しいよな。ちょっと離れて、いや、ま、もうちょっと引きつけろ。ポップコーンみたい。そうそう、風花の出番か。食事の時間ですよ。オッケー。楽しかった。で、車を出す。寒い時に何かを食べると体が温まるって言いますよね。ちょっとこっからはきついよな。たくさんのおせちが私たちを待ってますよ。やってみるだけやってみるけど、まあ難しいだろうな。ちょっと力不足だよな。回復してくれるもののピンポイントで回復するキャラの方が嬉しいよな。火力は十分だよね。こっち準備して。楽しかった。
今はこっちの方がいい。のぞみの出番だ。前段発射。間に合ったみたいですね。お役に立ちました。幸いです。ありがとうございます。ガンガン撃っちゃって。お願いします。あれかなんかピヨってるピヨってる。後方支援到着しました。オッケー。お願いします。ありがとう。ポイントにさせてあげるからね。勝ちました。120秒以内クリアはならず。聞いてるよね。もう一回行ってみましょう。した方がいいか。あ、効かない。ガンガン撃っちゃって。お役に立ちましたら幸いです。ありがとうございます。まだそう。で、能見が待ってるんで、ここは能見を。で、タイミングバッチリですね。ダメだ、動くんで全然回復してくれない。嘘だ、全然なんで回復できないんだ。間に合わなかった？嘘だよ。車車。厳しいな、クリアできるんだろうけど。入れた方がいいな。結構集団た、あのちょっとあえてゴリラ入れてみる。どうなんだろう、あんまり良くないな。ヒナはどうなんだろう。ヒナはいいんだ場外。しょうがない。ヒナやってみよう。高梨星野みたいにはなれない。ということはない。
相性がいいな。あ、罰なんだ。まず車を呼ぶ。てか前出すぎだよこれ。え、嘘だろ、もうやられちゃったや。そっちの方が問題なのか。コストがでかいんだな今は。ののみが有能すぎて。バッチリではなかった。まあバッチリなんだけど。何の言うの。あかん、脳みしか残らなくなっちゃったよ。これはさすがの脳みでもしんどい。ゲージが動かなくなっちゃったよ。間に合わない。これゴリラだとどうなる？寒くありませんか？暖かい食事でもいかがでしょう？そうだ、温泉開発飛び出しちゃうというのも問題だよな。発動しましたよ。びっくりさせてあげるから、ね、私はここだよ。これはどうかな。間に合ったみたいですね。私はこっちだよ。ほぼ攻撃ののみに任せてっていう感じになるのかな。ピヨってる。やばいやばい、ちょっとタンクの2人がやられちゃってる。 OK 回復。車がな、車持ってないんだ。でもノーミ使うしかないもんね。ここあピヨタ、勝った。大したことなかったね。あ、全部満たした。落として、誰にする？ゴリラパワーで星野の負荷も減るだろう。
OK です。びっくりさせてあげるからね。車呼ぼう。失礼します。ダブルやっぱり。あんまり動かない時点で。間に合ったみたいですね。サンキュ。どんどん行こっか。いやー難しい。これはどうかな。攻撃は最大の防御。車を呼ぶ。あ、ちょっとやばいやばい、あのバテてる。あなたたちは通れないよ。間に合わないや。お願いします。間に合ったみたいですね。オッケー、お間に合った。危ない危ない。ガンガン撃っちゃって。これはどうかな。オッケー、言ってもらえると嬉しいですね。お星さんだ。上手くなってきたな。自信が出てきたかも。お正月からお会いできるとは。まだいける。嬉しい。コスト低いキャラを付け加えたいな。後方支援到着しました。あれ回復しなかったミカ、一人だけなのか。これ回復できんの。ひどい。移動してる途中はあんまり使っちゃダメなんだ。お仕置きの時間ですよ。お願いします。やばいやばい。くらえパン。面白い。ここまで。あ、ダメだ。間に合わない。呼んで。お役に立ちます。お願いします。ありがとう。ありがとう。びっくりさせてあげるからね。前段発射。おめでとう。相手が意外と強い。厳しいか。これ以上に関してはちょっと工夫が必要みたいだよな。あ、先生、お参りもう行きましたか。まだでしたら私と余裕ぶってる場合じゃないわ。私一人じゃできなかったと思う。これが大人の力。しょっ、売り子さんをするの初めての。おみくじってなんだ。このようなこと初めて体験いた。先生いらっしゃいませ。商店街の方にいろいろなものを用意していただきました。
までいないような。これ何？あ、グッズか。なんだこのおめでたいっていうのは。じゃあもう残りは全部ゲヘナの方に入れちゃおう。なんだ。でもこれでさっきのおみくじが引けるってわけか。純子の神妙文字も防げるんだ。おみくじの結果は現在の小吉、悪くはあり、中吉、なかなか良いですわ。大吉がまだだよな。来た。大吉ですわ。さすが先生、運も持っていますのね。大吉を引いた先生。ラスト。悪くない。運が回ってきていますわね。今年も素敵な。寒い時に何かを。あとガチャ一回だけ引けるんで。今日のご体調は。もう終わったのですか。さ今日のお仕事。行きましょう。これでおしまいですね。お待ちしておりました、先生。あ、いや、これ。先生もやればできるじゃない。今日の仕事はこれでおしまい。それなら美味しい。寒くありませんか。ようこそ先生。今日のご体調はいかがですか。うん。お、セナがあげられる。重力なんてあるんだ。まあ全部あげとこう。てかこれをあげないとダメなのか。あ、1個増えただけか。で、あとメグですね。音声のメグ。EX スキルをついに上げられる。期待してて。頑張るよ。これがいるんだよな。足りない。じゃあこれ後だな。マリーと今後もより一層精進してまいります。アイリーがレベルアップできる。ありがとうございます、先生。胸の内側から熱く
早くも期待に応えられるかどうかわからないけど。カリモン、あら、私もまだ成長期なんですよ。背も心も全てが大きくなってますから。料理の実力もさらに上がったのでしょうか。お、ありがとうございます先生。停車位置移動した後、結構風化の効果って高いのかもしれないよな。これでもっと美味しいご飯が作れるようになれますでしょうか。純子も込みで。ちょっと強くなった気がする。特別な日に食べる料理ってどうしてあんなに美味しいのかしら。先生はどう思う？まあまあ、成長。お待ちしておりました先生。もう終わったのですか。お待ちしておりました先生。今日も平和な世界のために。あ、とにかく。お待ちしておりました先生。こんにちは先生。新年のお願いは決まりましたか。私も隣でお祈りしますね。売り子さんをするの初めてなんです。ああ、限界はあるんだ。購入限度数あるから。でも全部これゲヘナのあれに。お正月からお会いできるとは嬉しい限りですわ。あげるといいかもね。はい、ということで、この美食券&給食部イベント復刻らしいですけど、正月イベントやっていきました。次回はモモトークかメイン。ようこそ先生。モモトークも溜まってるからな、すごい。あとそうだ、はるか正月じゃない。
正月のあると思うんで、それらもやっていきたいと思います。見ていただいてありがとうございました。あ、募集もやろう。でもやっぱり風花なんだよな。あ、ダメです、昇格もならず。自警団任務の延長ですね。トリニティの安全のためなら、いくらでも協力します、ようこそ先生。お帰りなさい先生。一緒にこれ、お帰りなさい。お待ちしておりました先生。今日も平和な世界のために一緒に頑張りましょう。こんにちは先生。新年のお願いは決まりましたか？私も隣でお祈りしますね。はい、ということで、ここまでになります。よろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。公式 X のアカウントフォローもぜひお願いいたします。リポストいいねもお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。